かつて戦乱があった。後に極光戦争と呼ばれたこの戦乱はセレスティアとインフェリアの間に勃発したものである。戦争終結後インフェリアとセレスティアの交流は途絶え現在に至っている。そして今二つの世界は滅亡するという。その危機を救うべく立ち上がったのは名もなき若者たちである。ソラ？最近おかしくない？そうか？あんまり気にしてねえからな。絶対おかしいよ。何かが起ころうとしてるのかも。何かってなんだよ。例えば、セレスティアから何かが降りてくるとか。嬉しそうに言うなよ。セレスティアだぞ。落ちてくるもんなんて災いに決まってんだろ。なんでわかるの？2000年もの間交流が、あれ？なんだろう。やべえ、ほら逃げろ。ビッド村長インフェリアにレイス、ファラメルディ、ファラ大丈夫か？大丈夫。ちょっとうなされてたから心配したよ。夢見てたんだ。怖い夢か？ううん、そうじゃなくて、メルディに初めて会った時のことを夢に見てたんだ。今から思うと、私たちの旅ってあの時から始まってたんだよね。アルリディアユグヤユフィリアルブムグタントユメドウスメルディホワイトフリリドアイトン。さっきからこの調子、全然言葉が通じないの。困っちゃったな。あのね、とにかくここは危険だ。連れ出そうぜ。なんで？なんでも。あの時のことよく覚えてるよ。言葉通じなくてメルディとても困ったよ。こっちだって。おいリッド、何をしてる？何って、空を見てるんだ。相変わらずだな。こうして見てると、もうすぐグランドフォールが起こるだなんて信じられねえぜ。本当に起こるのかな？そんなすげえことが。認識が甘いな、お前は。対面世界であるインフェリアとセレスティアが次第に接近し、やがて衝突する現象、グランドフォールは近い将来必ず起こる。それは観測結果から得られた事実からも、やがて学術的にも確実に認められることになるはずだ。いや、ミンツ大学交渉霊学部最高の頭脳であるこの僕、キール・ツァイベルが自信を持って。はいはい、わかったよ。だからこうして旅を続けてるんだろ。おーい、休憩はこれぐらいにして出発しよう。
リッド・ハーシェル、ファライル・ステッド、キール・ザイベル、そしてメルディ、あの者が Why all do some dear good deal for the two eodity ban、 わからない。なぜあの者たちと共に旅をしているのか、いや、それ以前にどこからどうやってこの地へ来たのか。あの者たちはファロース山を目指しているとの話でございます。ファロースには光の大精霊がいるとも噂されておりますが、すでに水の大精霊、火の大精霊、風の大精霊も行動を共にしている様子、いかが計らいましょう。何なりとお申し付けくださいませ。さあ晩ご飯にしよう。メルディーはお水汲んできて。はいな。キールとリッドは薪を。ん？どうしたんだリッド。ああいや、なんか知らねえけど誰かに見られてる気がすんだよな。森で獲物を追ってると自分が獲物になる時がある。相手は大きな獣やモンスターの類だ。奴らに狙われてる時と同じ空気を感じるぜ。狩りの達人の勘か。僕は学問専門だからな、学術的に証明できないものは一切信じない。ま、長旅の疲れでも出たんだろ。今日食べようと思って取っておいたのに。メルディ知らないよ。僕が盗み食いをするなど決してありえない話だ。なぜだ。ということは？あ？あ？いや、昨日の夜すっごく腹が減ったもんだから一口だけと思って食べたら、これがまたうまくてさ。やっぱり。つまみ食いはダメだっていつも言ってるでしょ。もう頭きた。待て、また始まったよ。昔からなんだよな、あの二人。いや、おい、いい加減にしてやっ。おっと、そろそろ気が済んだだろう。なあ、謝るからさ。大丈夫か、ファラ。リッド、それって人を下敷きにして言うセリフ？え？ちょっとやめて。モンストームよ！やったー！ファラの勝ち！やれやれ。おー、母なる大海原よ。のっぴきにならない事情が。我は誘う若き旅人を。おー、母なる。あ、じゃ、急に大声で喋ったらベロ噛んじゃくる。あ、くくくく。ファラのやつ。晩ご飯の獲物取ってくるまで帰ってきちゃダメだよ。めんどくせえ。晩飯発見。
り、何故私は無傷です。よえです、嫌です。なんだ、あ、誰お前。後ろです。あ、うわ、やべえやべえ、すごいです。遅いな、リッド。どこほっつき歩いてんだろう。メルディ腹ペコよ。さすがの僕も空腹には勝てない。しょうがないな、私も獲物探してくる。二人はここで待っててね。いってらっしゃい。本当にありがとうございました。私、コリーナ・ソルジェンテという美しき吟遊詩人でして、歴史に残る詩を読むのが私の夢なんだそうです。それで、先ほどの立ちさばきを見て思いましたです。あなた様のようなお方は将来きっと歴史に残る偉いお方になるだろうと。そこで私は思いましたです。あなたのおそばにいれば歴史に残る詩を読めるかもって。というわけで私をお供にしてくださいです。あり、あなたのような将来有望なるお方にぜひとも詩を捧げるです。ダミー、たく、いいか、俺は歴史に残る偉い人なんかにはならねえし、なる気もねえんだ。だから俺のそばにいても歴史に残る詩なんか作れやしねえぜ。わかったです。それじゃあせめて助けてくれたお礼にいいこと教えてあげるです。いいこと？リッド？おいしそう！今晩のおかずにぴったり！待て、今晩のおかず。呪われた沼？そうです。その沼には人を餌にしているデスクラブというモンスターが住んでいるんです。しかもそのモンスターは人間をおびき寄せるために小型のモンスターをおとりに使うです。だから沼に近づいては絶対にダメです。わかった、一応注意するぜ。ありがとうよ。はいです。それでは呪われた沼か。リッドもバラも遅いな。たく、何やってるんだあの二人は。キール、ああ、今日な、バラがメルディと初めて会った時のこと夢で見たって。わらが、そうか、初めて会った時か。バランディセルティアンバンディルド。なんだこいつ。メルディって言うんだ。キールに会いに来たのは、この子を助けたくて。メルニクス語しか話さねえんだ、なんとかしてくれないか。メルニクス語だと？こいつ何者なんだよ。まさかセレスティア人が来て大奨励と契約してグランドフォールを止めようとしているなんて、大学の連中で信じる奴はいないだろうな。キール、大学に戻りたいか？いや、全てを見て僕の理論を実証するまでは。だが、セイファートリング内の黒体の危険性はグロビュール Y 極のエネルギー蓄積から言っても明らかだった。グランドホールの原因を確かめるためなら、ファロースさんから光の橋でセレスティアに渡ることも厭わない。わかるか。キールの話はいつもためになるよ。そうか。クッキー、ウェイル、リッドおかえり。悪いな、遅くなっちまって。あれ、ファラは？実は
追い詰めたわよ、おかずさん。そっちも私を餌にする気ね。負けないよ。というわけなんだ。呪われた沼、この近くにそんな恐ろしい場所があるとは。ああ危ないよ。とにかくファラを探さねえと。こんな雑魚相手にらしくないぜ。お腹が空いちゃって力が。ああなるほど、らしいや。何ファラ、後ろは任せろ。メルディ、大少年を。はいな。相手はわが水の癒しにて汝を守らん。ファイトゥーイムリフリートシルフ。我が灼熱の魔種にて怪人と化せ。天空の風よ、おりきたりて竜とならん。ウーディル頼んだよ。アクアエッジ効かないよ。どうやら水の属性を持っているようですね。水の力を司る私では攻撃力も半減してしまうのでしょう。バイバー、キール。よし、風の大奨励シルフよ、火の大奨励イフリートよ、我に力を。やなこった。え、な、何を。お願いします。お願いしますだろ、まったく人間ってやつは。シルフ、イフリート、遊んでいる場合ではありませんよ。オンリーヌ、まったく冗談がわからないんだ。特にお前のはな。んじゃ、いっそやろっか、ブリンドカッター。ウェルブ、バーニングブレイク。とどめだ。オガハダン。なめんじゃねえっての。いや、なんというか、その食欲がないんだろ。まあ、そうなんだ。そうなんだ。いいか、メルディ、さっき飯食ったことは黙っとけ。どうしてか。ファラを放っておいて先に食事を済ませたなんて知れたら。ん、何見てるの。いや、あの、なんでもないよ。そうそう、なんでもないよ。どんどん食っちゃってくれ。リッドハーシェル。え？貴様の命、このマローネブルカーノがもらい受ける。なんだと？魔人剣！お
女として現れたマローネなる女の正体は、そしてリッドたちの運命は。かくて次なる説話を待て。そんなに見つめたりしないで、なんだか急に遠くに感じて、心の中あなた大きくなってゆく、口喧嘩